運水 TV をご覧の皆様、はじめまして。あずまです。なんちゃんです。シャーです。ピーです。僕たち UNIS です。ということで、運水の企画から生まれた僕たち UNI、この度ですね、次の運水アンギア東京場所にてですね、デビューシングルを皆さんの前で披露したいと思ってます。僕たち今回すごく、デビューシングルということで力を入れてですね、振り付けはビートバディボーイっていうグループの合宿にお願いして、作曲の方を藤井良半さんっていう方にお願いしました。そして作詞はなんと僕たち4人で手がけましたんで、非常に何だろうな、ソウルフルなリリックになってます。楽曲もすごくいい感じになってますので、ぜひぜひ皆さんの前でパフォーマンスできることを楽しみにしてます。ということで、5月13日目黒区中小企業センターホールだよね。うん、初めての日本でね。いや、俺たち日本人だから、ちょっとまだ設定がしっかりしてないからこれから馴染ませていく、作っていくから、13日までに設定しっかりさせて、皆さんの前で当日、いいね、会えるの、たっぷりしちゃう。本当にそれで行く気なのかい、バカめこんな感じでまだふわっとしてるんだけど。というわけで、5月の13日目黒区中小企業センターホールにて、皆さん、せーの、お待ちしてます。以上、UNIでした。バイバイ。